ただきます。いただきます。海を望む高台の古い一軒家、夫の四十九日を終えた絹子は孫の渚と二人で暮らしていた。来てたのね。ただいま。今日泊まれるの？そうしなさいよ。そうしなさいよ。あしかし考えられません、この家を売るなんて。お母さん、なぜこの家に帰らなかったの？姉さんもお母さんたちもお互い意地を張ってたのね。ごきげんよう。ごきげんよう。もし私がこの家から離れてしまったら、ここであった家族の記憶やそういうものすべて思い出せなくなってしまうのかしら。絹子さん。おばあちゃん。あなたはいつもそう、肝心の時にいないのよね。限りある人生の中で人は何を受け継ぎ何を残してゆけるのでしょう。お母さん、最後に日本語でごめんなさいって言ったの。だから私ここにいるの。渚。椿の庭。